皆さんこんにちは、リーチエンジェルのセイラです。さあ始まりましたプロジェクトエースシーズン2。本日もパラッツォ三郷中央店様をお借りしまして収録を行っていきたいと思います。まずはこちらをご覧ください。この番組は A タイプに特化したバトル番組、リーチエンジェルで活動中の6名がサマイポイントでバトルを行います。今回は新人リーチエンジェルや名古屋から東海リーチエンジェルも参戦します。予選は1人参戦し、合計サマイポイントの上位3名がクライマックスシリーズへ進出。果たして予選上位3名になるのはどのエンジェルなのかという感じです。ずっと1位だったんですけれども、葵さんに抜かれて2位になってしまったので、本日は1位に返り咲けるように頑張りたいと思います。それでは早速行ってまいります。おはようございます。開いてるかな、これ。あった、1台だけ開いてました。これ閉めます。とりあえず1台開いてた、よかった。じゃあ今日はとりあえず最初はこの台を打ちたいと思います。はい、それでは早速打っていきたいと思います。ということで本日はフランキーセレブレーション打っていきます。なぜこれにしたかは、まず打ってる方いないですよね。あと、あの当たりが軽い当たりが軽いっていうか、なんか設定が1でも6でも、あのジャグラーの5以上ぐらいの合算はあるから、なんかポンポン当たるかなって思って、動画的に当たった方がいいかなと思って。あれでしょ、何ですか、3位残るためでしょ。え、3位残るためでしょ。違いますよ、作戦でしょ。違います。でもリーチ目とかたまにもしかしたら、あの見落としてる可能性がある。そしたら本当ごめんなさい。6だと107分の1で、1だと135分の1。そう、チェリー結構来るんですけどね。5と6で19分の1で、1と2で20分の1。まあそんな変わらないのか。またチェリーだ、噂をすれば。これ取りこぼした、またスイカ。絶対入ってる、入ってないですよね。取りこぼしたか外れる。これ多分外れたら入りですよ、確か。だからスイカ取りこぼしたんだ、私は今。だから今のとこ使わないでください、叩かれちゃう。いや使いますってやめてください。これ入ってますよ多分。はい、狙ってみます。ダメじゃん、1枚掛けだからダメですよね。揃った、やった、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと14枚獲得をちょっと頑張りたいと思います。あ、来た。あれ、こっち。もう一回やんないとビッグだから。できました、よかった。じゃあ最後のリーチ目だけ使ってください。だからコンドルのところは使わないでください。やった、
よし、連チャン目指して。それから何狙います？え、赤7だって片方の赤7にしかついてないんですもん。コンドルが通り過ぎた後の赤7ですよね。だコンドルを、はい、枠下に狙えば入る。おお、いいこと。あ、これで。そっか、 ありがとうございます。タモハンさん、これでスイカ取りこぼしなくなったわ多分。あ、タモハンさんすごい、ありがとうございます。それ入ってんちゃう？嘘、そうだね、そうですね、これ入ってますね。やった。ちなみに練習した時は勝ったんですか？はい、練習した時は昨日2店舗でやったんですよ。1店舗目では勝った3500円、2店舗目は普通に練習しようと思ってせいで当たったんですよ。そこからでも何回も当たったんですけど全部飲まれました。だから負けました。1000円負け。あ、あ、入った。綺麗で、リッチメイ綺麗。青七狙ってみよう。ビッグだ。やったー、やったー。もうやめますか？やったー。何すか？昨日ジムの契約に行った。鍛えるんですか？いや、運動して痩せようと思って。キュウリ好きなんですよね。あ、そう、キュウリ好きなんですよ。キュウリ好きですよ、すごい。ネットで調べてたら、はい、キュウリって痩せる成分がすげえ入ってるらしくて。そうなんですか？はい、今日キュウリ買って帰ります。キュウリだけずっと食べてて朝昼晩で、ね、キュウリだけ。そう、15キロ痩せたって書いてある。どれくらいの期間でですか？でも私キュウリ好きだけど、キュウリだけで生活できるぐらい好きじゃないそれを聞くと好きなんですけど ね僕もね、その記事を読んで、よし、キュウリ生活始めるぞって。キュウリ生活始めたい、私も思ったんですけど、はい、全然始まんないっす一周始めますか？キュウリだけ、私絶対早いですよ、リタイア。ちょっとこれ揃わなかったら入りだと思うので。でもスイカを取りこぼすかもしれないんで、ここら辺にですよね。狙えました。ベルでした、普通に。でも見ればわかりますよ。で、私今日我ながら今までの収録の中では一番まだ顔が漏れてる気がする。そうでもない？そうでもないですか？そうでもないかな？そうでも、あ、来た、またチャンス。あ、入った、やった。青花は3回目。聞いてください。待って、チーズおかきもらいました、さっきみんな収録に合わせてチーズおかき持ってきてくれた
かあれからチーズおかき結構もらってたよ。今日チーズおかきに困らないじゃないですか。困らない。チーズおかきいただきました。チーかきさん、はい、よく覚えてましたね。命名したの私ですから。あと呼ばれてたこと忘れてましたよ。コンドル狙ってみます。あ、これビッグ確定だったりします。コンドルですね。コンドルでした。中段チェリーでもビッグ確定じゃないですね。アイス食べますか。アイス、アイス食べたいけど、キュウリの方が食べたいかも。いや、ここにキュウリ売ってねえから。キュウリの方が食べたい。あれ、あー、あ、入ってますね。多分青7です。だからあれ、リプレイ、あ、コンドルだ、やったやった405枚レンチャンさせましょう。あ、光った、やばい、コントロちゃんと狙ってない。スイカ、スイカかな。あ、チェリーカー入った。あ、でもコントロ多分狙った気がするんですよ、ちゃんと。え、どうします。一枚かけしちゃいます。こっち側向かないで、そっち側向いて喋ってもらっていい。あ、これ入ってますね。赤？バナナですか。ビタ押ししないと滑ってこないんですもんね。あれ？やったー。5ぐらいの。はい、合算ですか？合算。ありがとうございます。あ、光ってる。一気にやる気なくなったでしょ。なくなってない。なくなってない。なくなってない。チェリーかよ。なくなってない。なくなってない。いや、空気がそういう空気出てたよ。なくなってない。
俺がおって言ったところで入ってた。やっぱり入ってた。あの時ですか。ベルベルだった時ですよね。いやちょっと思った。入ってたんだ。私が昨日打ったお店、あれでしたよ。前日ビッグ20回、レギュラー2回。めちゃくちゃビッグに偏ってちゃう。そう、だからそれを目指そうと思ってる。浜田さんどうしよう。あれ？これ入ってますよね、多分。やったー。一枚押し順変なのやったらこうなった。よし、次こそは連チャンさせましょう。それを右向いて言ってもらっていいですか？次当たったら右向いて言います。あれ入ってる？さっきので入ってましたよね。多分入ってなかったですか？コンドルな気がする。違った、青だ。青です。スイカ取りこぼさなければ挽回できると思うんで、スイカ取りこぼさないように頑張ろう。連チャンさせます。あれ、またギリギリこの入れないやつで入った。ウレフィー、さすがにレギュラーが来た。103枚がマックスですよね。また200ぐらいまでいっちゃうよ。いっちゃいそうですよね、これ。あ、行かなかった。おめでとうございます。行かなかった。コンドルだ。やったー、セーフ。ビタ押しができる。7枚ソース。そんなこともある。いやでも出したいんですよ、私。最初のボンボンボンみたいなやつをもう一回やりたい。そのスイカの時すごい腹立たない？腹立つ。立たない、立たない。あ、ベルじゃなくてよかったって思う。いや今即答で腹立つって言ったじゃん。立たない。ベルじゃなくてスイカの方がいいじゃないですか。だってあ、スイカ取れたって思ってすっきりする。なんだか。いやだってそれが外れたらビッグなんだよ。腹立つ。うん、違う、あれあれハテナついてたんです。ハテナ、ハテナついて。言い切ってたの。違う、あれハテナついてたんですよ、本当に。ラスト。はい、ではちょっと時間が来たので実戦終了したいと思います。それではこれから店内レポートの方を打っていきたいと思います。まず見てください、こちらのバーサスが本日すでに2400枚オーバー。この藤子1800枚すでに獲得していただいておりますね。はい、続きまして、クレアの秘宝伝。ここら辺なんかすごい盛り上がってる。 まずこちらのお客様1146枚ポチメダル獲得していただいております。そしてお隣なんと3000枚オーバー獲得していただいてます。
めっちゃ出てる。え、しかもお隣も1700枚からのお隣も3000枚オーバー。クレアの秘宝伝、これ前のやつ4枚あって4ケースとも出玉を感じますね。こちらのゲートが1800枚オーバー獲得していただいております。しかも今ビッグボーナス中ですね。さあ、そしてクフリーもこちらファミリースタジアム2600枚出てます。すごい。コードギアスこちら1151枚出てます。偽物語1900枚、1987枚、本日最高出てますね。はい、続きましてオキスロのコーナーを見ていきたいと思います。まず早速こちらドリームハナハナ3200枚獲得していただいております。見てください、こちらグレートキングハナハナも本日2700枚オーバーですね。最高マックスで。そしてまたドリームハナハナ、こちらも2300枚出てます。最高で。早速こちらのマイジャグナー、本日ビッグ13回レギュラー10回でガサが122分の1ということでいい感じですね。すでに1331枚出てます。あ、こちらのジャグナー、まあ、こちらのマイジャグナーもガサ114分の1ビッグ17回レギュラーがもうちょっと出てきたら、ついてきたらさらにいい感じになるのではないでしょうか。ただいま店内の方を見てきたんですけれども、とにかくクレアの秘宝伝が強かったように感じました。多分前代高設定ではないのかなと思いました。各コーナー1台以上は高設定っぽいのがあるように感じました。皆様もぜひ遊びに来てみてください。実戦終了いたしました。早速結果の方なんですけれども、投資が、188枚で回収が382枚だったので、3枚が194枚プラスになりました。プラスにはなったんですけれども、まあ、1位の青井のぞみさんには追いつけませんでした。ということで、まあ、ただいま暫定2位なんですけれども、まだまだ結果がわからないので、皆様今後の展開も楽しみにしててください。あ、本日収録で初めてクランキーセレブレーション打ったんですけれども、ちょっと私がフル攻略できてたらあと多分100枚弱ぐらいはプラスだったかなって思います。ちょっとちゃんと練習してきます、ごめんなさい。でもなんかすごい楽しく本日も打つことができました。見てくれてありがとうございます。ということで本日の収録はここまでです。パラッツォ三郷中央店様をお借りしまして収録を行わせていただきました。プロジェクトエースシーズン2の収録は毎月第2、第4土曜日に行っております。皆様もぜひ遊びに来てください。それではさようなら。リーチエンジェル来店情報。リーチエンジェル TV YouTube チャンネル。スパーキング取材情報。リーチエンジェル最新情報は LINE アットで取得。